はい、どうも藤本動画、藤本です。本日もまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日ね、来ているお店がですね、後ろに見えますハードウフ宇都宮インターパーク店というところにね、ちょっと寄ってみました。こちらの方もね、またどんなね、商品が置いてあるか非常に楽しみです。じゃあね、行ってきます。はい、じゃあね、中入っていきたいと思います。はい、左側がハードオフなのかな。広々として綺麗な感じの店ですね。カメラはどこにあるかね。はい、カメラはね、ガラスケースありました。こちらのお店も非常にたくさんの商品置いてありますね。はい、まずはニコンのカメラがいっぱいありますね。はい、ね、こんな感じです。奥の方もね、見えるかな。キャノンもあるね。キャノンも 5D とかありますね、奥の方にね。はい、こちらね、ハンデジのコーナーですね。オズモポケットモードと見てるからね。こちらの棚はこんな感じですね。で、お隣がレンズかな。レンズもいっぱいありますね。まずはニコンのレンズから。シグマの長いのがあるな。シグマの長いのがありますね。あと、これはテレコンか。2倍のテレコンですね。次フォーが。奥の方がね、ちょっと通過しづらいんだよな。映ってるか。ちょっとね、こっちは上の方なの。さらに下のところに、ペンタックスの長いやつがある。ツワイツがあるな。ツワイツの 135F2.8 があります、ね。ミノルトの8200とか、
値段が見えない。29,700円。現在ガラスケースこんな感じですね。はい、あとはジャンクカメラね、スチールの F4 があるね。ニコンの F4 がありますね。じゃあ奥の方にもいろいろあるね。 EOS5 があったりとか、ちょっと見づらいけど、いろんなものがあります。結構商品豊富な方だと思う。あ、そうな、55度。へえ、スマホがうるさい。なんか面白そう、面白そうなカメラがありますね。顕微鏡カメラとか、はいね、こんな感じですね。はい、気になるものとすれば、まあ、ちょっと気になるのはこれが気になるかな。55ミリだってね、ちょっと気になる。はい、あとはオリンパスがなんかいっぱいあるんで、 XZ1 っていうのがいっぱいありますね。あとはジャンクカメラこっちにもあって、5500円。あ、α7 があるじゃん。縦位置グリップだよね。5500円で、まあでも α7 持ってるからな、持ってるんですよ ね。もう一台で買うかと言われると。ちなみにね、僕買ったのはね、5000円で買ってるんですけど、こっちの方がなんか綺麗そうですね。アルファ7がもう一台増えてしまうか。やばいやばい、買っちゃうのやばい。これは何だ。本の
候補ね、こうなります。青箱とかどうかな、青箱はここだけなのかな。あ、あった、この本こんな感じね。うん、ストロボとかね、はい、こっちもちょっとボディ入ってるんで、ね、SF7 が上がりました。こんな感じですね。一人なんでね、撮りづらいですね。久々に一人ハードオフ、見たね。あとはフィルキャップね。うん、こいつだよな。ねえ、電池ボックス付き、電源入りました。シャッター切れました。これはちょっと見逃すのもちょっとな、救ってあげたいな、これな、ちょっとな、ちょっと確認してみようかな。意外とね、めちゃめちゃいいカメラなんですけどね、アルファ9は人気ありますけど、アルファ7ってね、意外と人気ないんだよな。一応ね、セルフチェックコーナーらしき感じのところはね、楽器コーナーにあるんだけど、これは楽器用のセルフチェックだね。すいません、これちょっと動作確認したいんですけど、しても大丈夫ですか。現像とかは全然見てないので、はい、はい、フォーカスが効くぐらいしか見てないと思うんです。ちょっとあの今それ試せる道具車の中に積んでるんで、ちょっと持ってきていいですか。大丈夫ですよ。じゃあちょっと今取ってくるんで、ちょっと置いといても、ここにまた戻ってきます。はい、はい、ちょっとね、車からね、自分のカメラを、ね、持ってきてちょっとチェックさせてもらおうかなと思っています。あ、すいません、ありがとうございます。じゃあちょっと試させてもらいます。まず、止めるためのレンズを一回つけてみて、ちょっと若干加水分解して寝かせてはいるけど、なんとか何みたいな気がするな。ダルバシしてみるのか、せっかくリリーに持ってきたんだけどな。ストロボは大丈夫だね、この加水分解だと気になるよね。持ってなかったら買ってたかな、
持ってなかったら買ってたと思うけど、皆さんありがとうございます。ちょっとね、買おうかどうか結構迷ったんですけれども、ちょっとやめとこうかな。火星分解がね、結構ね、ひどかったんでね。はい。あとこんなとこにカメラバッグがあったね。はい。ね。カメラバッグ映画。このミノタのね、レンズキャップをね、55ミリのレンズキャップ2つ、110円でね、三脚とかがあります。でもね、ここのお店だとね、まあ、あのアルファ7はね、結構、ベタ付けをね、うまくこう自分で処理できる方はお買い得かなと思います。ちゃんとね、ストロボたけたしてね、AF効いたんで、動作してましたね。ちょっと、テスト用のね、フィルムね、ベロ出ししてなかったんで、フィルム入れられなかったですけどね。ハードオフ宇都宮インターパーク店の方ね、ちょっとね見させてもらって、で、カメラの方もねちょっと試させてもらったんですけども、すごくねめちゃめちゃ買おうかどうか悩んだんですけども、実際アルファ7ミノタね、アルファ7自分でね、グリップ付きのやつよね、縦位置グリップ付きのやつをね実際持ってまして、で状態がね自分が持ってるやつより若干ちょっと悪かったんでね、でもね、まあ、5500円だったら買いかなという感じはしなくはないです。ちゃんと動作品だったんでね。まあ、あとそうね、今日買わなかった理由としては、ちょっとテスト用のねフィルムを持ってたんですけれども、ベロ出しができてなくて、それで試せなかったんでね、まあ、それで購入しなかったかなという感じです。まあ、同じカメラ何台もあってもしょうがないっていうのもあったんで、はい、でもね、もしねアルファ7で、ミノタアルファ7ね、ちょっと欲しいなと思う方、お近くの方はねぜひこちらのお店覗いてみてもいいんじゃないかなと思います。ちゃんとストロボも炊けましたし AF 大丈夫です。はい、じゃあ藤本動画でした。